皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も仁王遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ボスのヌエを倒して、で宗茂さんを相変わらず探すウィリアム、こっちは行けません。でこっちも行けません。それはとなるとそっちか。びっくりした。太宰府の地下によもやこのような場所があろうとは。こっちも行けない。宗茂どこ行った。本当に迷宮なんだ。何かがいる。お札を使っていますね。よし、ダメでしょもう。そんでこれは何、すごい罠っぽくない？怖えな。あ、やっぱり飛んできた。危ねえ。お札もう切れた。よし、毒消し持ってません。こりゃすげえもんがあるに違いねえ。待ってね、そこの奥、こっちは？ここにアイテム。どの扉もピクリとも仕上がらない。全部開かない。どうなってんだ？どっかにスイッチとなる何かあるはず。しかしそれがわからん。ここに鬼、こいつはね。あ、しかもここにこいついるのか。抱きつかれた。いやこいつほんとやらしいわ。二刀にして毒消し。よし、刀も微妙に当たらんな。よし、でこいつは槍でいく。回復。危ない。よし、いただき。よしよし、そんでどん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 奥に行く。まっ、危ない。背後、危ねえ。よう避けたな。出ておいて。で、子供をお家に返して、さあ帰ろうね。で、おじさんは先に行きます。どっちだい？そこに一匹。危ない。下手に銃は使わずに行こう。よし、それと、ん？待って、そこいつだけ色が違う。待って、硬くて強いわ。回復。よし、この地を脅かす者はメス。どうしよう、これどういく。全くつながりがわからん。こっちは
もうガチの迷路。こいつはなんだ、敵か。よし、そんでそこに社で、こっちも迷路。まず一旦そっち行こう。よし、そんでね、今回守護霊これを変えていこう。伏せ牛体力プラス200、それとガードの気力消費軽減、これがうまいね。でさらにアムリタ吸収で体力回復。よし、体力タイプ。そんでね、ちょっと待ってね、そっち行く前に、さっきのそっちは、あ、敵ね、復活している。こいつは死んでいる。まあ、結構みんな死ぬね。こいつ硬いもん。てぇ、ぶっ刺し。よし、銃弾取って、この人は霊石。しかし建築はあんまり日本っぽくないね。これどこ、どうなってんの。これが最初のとこ、あっぽいな。ですね、なるほど、ようやくわかった。と思ったけど、そこの右に行けるとこでしょですね。よし、なるほどね。よしよし、となったらそっちの奥、もうこっちに用はない。まあでも言ってしまえばこの景色ダクソで見たことあるような気がするね。兵馬俑か。しかし兵馬俑っていうと中国の文化。そこに一匹。よし、それとそこ、危ない、小玉ちゃんがいたんだけども、あ、勝手な、めちゃくちゃ石頭。切り下げて切り上げる、なるほど。ダン、危ない、もうちょい、もうちょいよ。よし、で小玉を回収して、あんたはお家に帰んなさい、私は頑張る。こっちは上切る、これがさっきのとこ。よし、一旦そうしたらレベル上げよう。何行こうかな、体力。よしでね、次1万2000貯めてこよう。でそこにいる、当たらない、今のがスカル。毒消して、こいつ厄介だな、よう持ってんな、なんかいろんなもんをね。ゲータッシャー、そんでこれ壊していける、貴重な遺産を。
そしてそっち真ん中。まずこいつ殺して、あいで、なんだ、誰、今の誰、今のやったの誰、どこだ、いって、今の痛い、よし、そこ、そいつか、マジか、あれなんだあれ、当たんねえや、ほっとこう、そしてそこにまた強敵、これがめんどくさい、当たってない、今のもったいねえ、待ってね、照準赤くして、よし、でこいつか、さっきな、よし、もうちょい、よしよし、首が飛んだ、で戦薬取って、道祖神のお札、多分これガードした時の記録の消費、あれが全然違うと思う、2割か、結構大きいよ、そんでね、こっから上に行ける、できますね、よしよし、こっちが反対側、そしてとなるとこっちはなんだ、ここも行ける、広いな、でここにまた、よし、トラップあって敵な、カッパか、多分レアキャラ、よし殺していこう、もうちょい、いて、何それ、シリコ玉か、よし、もうちょい、よしよし、干潮してくる、でアイテム取って、あいつはするしよう、そしてここも広いな、遺跡をね癒されるんですけども、土地感がなさすぎて怖いわ、よし、でねそこにトラップ避けて、危ない、何でしょう、すね当て、カブトと、なんだこいつは、ジェスチャー系か、待って、カモン、こうかな、それ持ってなくない、ん、バイバイ、
大喜び。今ので OK。皮ひもと装備。たぬきちゃん、ああいうキャラクターも存在している。と強そうな名前の刀。一旦ね、装備を整えて、よしと。危ない。完璧に忘れていた。そんでね、こっち、こっちの奥、どこまで行く？敵いますね。よし。でさらに小玉。結構ね、小玉はいい感じで回収している。森人様、私も共に参ります。森人様で、ここにトラップのスイッチ、そっちか。いや、ここ広いな。多分そして繋がったっぽい。これがの最初のとこ。手をかざして、なんだ、多分扉が開く。多分。行ってみようか。さあどうかな。よし。でショートカット。そんでね、いつの間にか17000。これも体力かな。上げて、そんでこっちか。この扉結構あったよね、種類。こっちは、これなんかボスっぽくない？違うか、あの兵馬よ。なんだそれ。よしよし。よし。そんでね、確かそっちにあったな。行くしかない。で、奥田取って、そこの、まずこっちの社行くか。いや、いけません、いけませんね。あ、これいけないっぽいわ。ん？いや、いけますね。で、また掴まれる。この人ほんと嫌い。確かね、そっちにあったもんな。上だっけ。扉ね、こっちか。スタート地点のこっちね。さあここは個室か。これは、なんすかね。壊して、仕方なんすか。ではなくて、こいつか。おちょこ。そしたらね、先へ進もうか。待って、その前に、レベル上げたい。あといくつ？
残り3000アイテム使おう。よしで1回レベル上げて、どうしようかな。心これにしよう。 OK です、いきます。そしてこの人は素通りしようかな。そんでどっち、こっちか、この一番奥、こっちね。あれ、こっちも結構アイテムあんな。通るしかないか。よし、我が魂、千代にこの地を守り立てまつらん。あれ、そこにいる。あとは多分これカウンターがダメージでかい気がする。敵の攻撃モーション中にこっちの攻撃を当てる。で、やり取ってゴミやり取って、こっちはここ塗り壁、これは何色？黄色かな？違うっぽいな。赤。よし。そして、待って、こっちも広いぞ。そっちは？もう広がりすぎだよ。そこのゲートなんな？なんかザ・正門っていう感じの。これは、あ、でさらにそっち正面にどんどん広がっている。正面プラス左右か。なるほどね。どうしようね、潰しながら行くか。これが先の塗り壁の部屋で、ここに温泉、やったとー。さあ、温泉使って、まあこれあんまり意味がないといえばないんだけど、一応使って、そんでね、次の部屋、こっちの奥。いや、これほんと迷うわ。で、ここに、あんたは？やっとここまで来たようじゃな、アンジン殿。お主の顔を潰すようで悪いわ。やはりこれは立花だろう。これより私も共に参ろう。案ずるな、私には父より受け継ぎし技とこの雷霧がある。足手まといにはなるまい。このお姉さんの名前は？押していけるよ。でね、その前に回復して、多分ボス戦かな、行きましょうかね。これか、これ二人で来なさい。共に手をかざせ。だってどう見たってそうでしょう。そして開く。おお、こういうからくりだったとは。なんと機械な。で、そこいますね、巨人兵二人いるわ。プラス雑魚、
やってこい。あ、それ強そう。めっちゃ強そう。こっちもいるよ。いって、かっこいいとこ見せようとするとこうなる。いや、この人強いな。雷霧。よし。で、アイテム取って。なんすかなんすか。こいつか。よし。それとそこに浮いてる人、こいつを倒すとなんか武器がね、炎の属性を帯びます。その武器は燃えて、でここに鬼か、お姉ちゃんやるよ。一つ目ほい。お姉ちゃんは危ねえ。待ってね、あの大魔神プラスこいつはちょっとまずいな。普通にぶっ飛ばされてる。よし、床を放って、もう死んだの、嘘。よし、どうしたら復活する。まずこの二人か。よし、目玉が弱点。やったろー、安全を確保しました。お姉さん、面目ない。よし、今ので助けられる。でまたこいつ倒して、オッケーですね。もう大体回収。しかし我が身も顧みず、かような地に自ら赴くとは、この姫君随分と殿のことが心配だったようじゃの。おい、お主何を一人でにやついておる。かというが、腐っても目男か。これがボス戦か。エドワード・ケリー・ムネシゲ。敵のパターンがまずわからん。こっちへ来い。パターンを見せて。なんすかそれ。今これチャンスっぽくない？よし、ぶっ刺し。オッケー。で回復して、
いて柱を使ってガードしよう。よし、敵のスタミナは結構減ってくれる。早く爆弾、よし、ぶっ刺し。意外と普通に勝てそう。いただき、いけそうですね。ヌエに比べれば全然だわ。やめろ、その遠距離連続は。でぶっ刺し、 OK で爆弾、さらに爆弾、よしで爆弾回復して、いけるよ、わしはいけるんじゃ。よし、もうあとワンセットぐらい。それ何、それ何、なんかヤバそうなもの剣に振りかけたよ。よし、やったぞー、取ったぞー、達成。達成ってなんかすごいシュールだよね。そしてミッション終了。待ってね、アイテムないか。これは巨大なアムリタ、太宰府の地下に。あの守護霊、お主にとって大事なものらしいな。お主が使った方がこの雷霧も喜ぼう。殿が異国に出兵した後、太后秀吉様がやってきました。太后様を拒み自害したとして、殿は、橘の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る、今はそれだけで嬉しゅうございます。
そして分霊によって雷剣を宿しました。さあこれでミッションクリア。半蔵殿、こたびの一件誠にかたじけない。だが橘は徳川に組みすることはできぬ。秀吉公の恩義を忘れるくらいなら命を絶つ。それが橘の武士の正道というもの。そして、拙者の詩天下一の兵法ものを紹介だそう。多分これが次のミッション。そして修行場にミッション解禁。武の道書伝と陰陽の道で、さらに大間が解きミッション邪霊のうごめき。さあではね、次回はストーリー性のあるサブクエ、これを消化して、でそれが終わってから船に乗って、多分中国編かなに進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。